戊辰戦争時の宮古湾海戦では、東郷平八郎や土方歳三らが、海戦においての侍の道を表した。その後、歳月は流れ、この地に生まれた海の侍が、太平洋で静かに潔く、侍として戦い、波の下に沈んだ。ここでの話は、太平洋戦争での史実をもとにし、推測を交えてのものである。移住二線は、昭和19年1944年10月、アメリカ西海岸に向けて出撃した。乗組員は117人、艦長は宮古市出身の工藤兼男大佐だった。移住二線は、この年の5月に完成したばかりの、全長 113.7メートル、の大型潜水艦だった。移住二線は、長い航続距離を生かして、東太平洋海域で、敵補給路の撹乱を目的に呉軍港を出港した。この時期、すでに、戦局は、悪化の一途をたどり、この海域で行動する日本の潜水艦は、もはや移住二線だけだった。移住二線は、関門海峡、日本海を経て、視界不良のため函館沖に下泊した後、一路米西岸へと向かった。この時期の日本は、すでに太平洋の制空権も制海権も失っており、周囲には味方の影は全くなく、重大な事項以外は、無線も使うことはできなかった。索敵も広い海原をただひたすら進み、双眼鏡を使ってのものだった。10月30日、アメリカの輸送船団を発見、直ちに潜望鏡深度に潜航し、魚雷を放った。すぐさま、もう、一隻の輸送船にも魚雷を放ち急速潜航した。すでに護衛の駆逐艦が向かってきているはずで、それ以上は無理だった。輸送船への魚雷の命中音を聞きながら、それを喜ぶ者はいなかった。無線の連絡も取れない遥か彼方の味方よりも、広い太平洋上で出会った輸送船団は、敵とはいえ、何がしかの親近感があった。乗組員の多くは、口にこそ出さないが、撃沈した敵輸送船の乗組員の無事を祈り、戦場を離脱した。11月12日、移住二線は、彼方の水平線上を進む一隻の大型帆船を発見した。パミール号だった。パミール号は、第一次世界大戦時に、ドイツのハンブルグで建造された、コム製4本マストのバーク型帆船で、この時期には、主に、ニュージーランドとアメリカ西岸の間を、戦時物資を運ぶ輸送船として使用されていた。周囲に護衛艦もなく、単独の航行であり、まさに絶好の獲物だった。移住二線は、潜望鏡深度に潜航し、パミール号に接近した。武装らしい武装はなく、戦時下には似合わない優美な姿だった。艦長は浮上を命じ、砲撃戦の準備を命じた。パミール号の乗組員は、目の前に、突然、日本の潜水艦が浮上し、ピタリと方向を向けられ、戦う術もなく、誰しも絶体絶命と覚悟した。潜水艦の艦橋には、双眼鏡を覗き命令を与えている艦長らしい人物が見えた。しばらく凍りつくような時間が過ぎた後、潜水艦から信号が発せられた。
それは、本館は、貴船の美しさを葬るに忍びず、安全なる航海を祈るとあり、潜水艦は静かに潜航し立ち去った。移住二船は、その後、輸送艦一隻を撃沈し、敵艦を求めながら、1月2日、大胆にもパールハーバーを望める地まで進出した。湾から出てくる敵艦を待ち構えたが、折り足く敵艦は現れず日は暮れた。潜望鏡から見る夜のホノルルは、深夜にもかかわらず、不夜城のごとく明かりに包まれていた。この時期本土日本は、各地で B-29 による空襲があり、多くの日本人は、明かりを落として、息を潜めて新年を迎えているはずだった。その明かりの中に、ひときわ明るく飾り立てられた観覧車が見えた。艦長は、浮上を命じ、砲撃船を準備させた。目標を、彼方の明かりに包まれた観覧車に合わせ、数発の砲弾を撃ち込んだ。観覧車周辺が混乱に陥っているのが、艦上からも伺え、観覧車一帯の明かりが消えた。その後の移住二船の消息は不明であるが、1月5日、浮上しているところを、アメリカの哨戒機に発見され、撃沈されたと考えられる。